これは団長殿、まずいことになった。直ちにキャメロットに向かうぞ。キャメロット付近で異常な魔力の動きが確認された。直ちにって、マリン、一体何が。アーサー様、例のものが活動を始めたようです。よし、これより謎の巨人を迎え撃つ。アーサー様、キャメロット上空に突然鳥のような。これは空飛ぶ豚。なんじゃあの山のようなデカブツは。一体お母の何倍あるんだ。体の内部に複数の魔力反応を感知したが、生命反応は感じない。おそらくはゴーレムだ。あれは兵器だ。巨獣アルビオ、古の大戦で魔人族に作られた生き残りだ。おそらく実戒の復活とともに目覚めたんだろう。よっ、元気だったか、アーサー。メリオダス殿、私も共に。団長殿、ひとまずこれを返しておこう。全撃解放。クルガンダ。実戒、いにしえに封印されし魔人の王直属の精鋭部隊。この圧倒的な化け物が動き出したのは、その実戒が3000年の封印から目覚めたため。そう申されるのですか。すぐには信じられねえだろうけど、全部本当の話だ。3000年前の決着をつける日がもうそこまで迫ってるみてえだな。おお、エリザベスちゃん、今日はどうしたんだ。メリオダス様はいないの。あいつならなんか大事な用事があるって言って。
てんだぞ。メリオダス様が？そう、何事もなければいいけど。そう睨むなよ。久々の挨拶がてら話をしに来ただけだ。する話などない。あるのはメリオダス、お前への怒りと四種族への復讐心だ。つれねえな、ゼルドリス。兄弟だろ、話ぐらい聞けよ。聞く耳持たん。蹴りをつけるぞ。暇つぶしだな。なかなかやるな。ゼルドリス、戦争はとっくの昔に終わった。今じゃブリタニアはすっかり平和なもんさ。だけどお前らがまだ3000年前の続きをやろうってんなら、俺と七つの大罪が全力で叩き潰す。話はないと言ったはずだ。話じゃねえよ、忠告だ。もういいな、団長殿。戻ったぞ。やっと帰ってきたのかよ。一体どこ行ってたんだよ、エリザベスちゃん。お待たせやがって。いいのよ、ホークちゃん。でも本当にメリオダス様に何事もなくてよかった。安心しろよ、エリザベス。
たとえこの先何があったとしても、絶対に戻ってお前を守るさ。はい。懐かしいな、メリオダス。もっとよく声を聞かせてくれよ、エスタロスさん。なあ、わかるよな、メリオダス。お前は俺の手で死ななくちゃならねえ。アバヨ兄弟、俺の愛するメリオダス。さーて、やりますか。思っていたよりは楽しめたぜ。だが、あの頃のお前の強さ、非常さには程遠いだ。立てるか、ランチャー。バーカ、俺が怪我をしてるように見えるか。ところでお前、何しにここへ来たんだ。決まってんだ。ちょうど返してもらう。うんじゃ、行くぜ。さあ、うれ、うれ、遊んでやるよ。誰だれだ。遊んでやるよ。ブラックアウト。さあ、バイバイ。面白い。全部もらうぜ。ハンターフィッシュ。さあ、かなりいい攻撃だ。こいつはどうだ。これでどうだ。うまかったぜ。不死身の俺に勝てるわけねえだろ。団長は絶対に殺させねえ。ああ、お前まだやる気か。やめとけ。無駄と気づくだけだ。てめえの言い分なんざ知ったことかよ。てめえが完全に動かなくなるまでぶっ倒すだけだ。どうなってる、ギル。このクソったれな魔人どもお前になんで力が出ねえ。愚かで弱き人間諸君、
俺の前で憎悪を抱く者は何人をも傷つける術を失う。俺は十戒エスタロッサ、魔人の王より慈愛の戒言を与えられし。俺たちは剣を握ることも拳を握ることも奴に向かって歩くことすら叶わぬというのか。かわいそう。その苦しみから救ってやろう。なぜ戒言が効いてねえ。当然のことです。自分より弱い者に憎しみを抱くはずがないでしょう。抱くのは哀れみ。傲慢だな。それがこの私。では始めましょうか。決まりです。行くぞ。んこどうぞ。覚悟を面白い。もう終わりですか。行くぞ。ブラックアウト。楽しませてください。ブラックアウト。ルエルさん見切りまさせる。こいつはどうだ。遊んでやるよ。どうだ。偉大なる我が魔力お見せし。ブロイドクレア。私の相手ではありません。こいつは一体何者なんだ。投球が今まで以上に膨れ上がってやがる。戻るとしよう。しかし久々に発する主義だ。